こんにちは、音楽家の吉田茂です。今回ご紹介するのはこちら、ボーンファストラボさんの吸音パネルです。2色ね、買ってみました。で、実はね、引っ越してきてからスピーカーと壁の距離が近くなってしまって、壁からのこう反射音をね、防ぐために、本来であればスピーカーの後ろと壁の距離最低ね50センチぐらい離すっていうのが理想と言われているんですね。で、現状この机のレイアウト的にそこまで離すことができていないので、吸音材を壁に貼って少しでもね、リスニング環境をね、良くしていこうというのがね、今回の動画になっています。で、吸音材って業界の標準的に言うとソネックスとかが、スタジオとかにね、よく使われているんですけど、いかんせんね、値段が高いんですよ。4枚、61センチ×122センチで、まあ、7万円とか、もっとしたりしますね。はい。今回買ったボーンファストラボさんの吸音材、とっても、それに比べると安い値段ですので、まあお試しとして、Amazon レビューもね、非常にね、評価が高かったので、今回ね、買ってみました。実際の吸音材の取り付けの様子から、取り付け前、取り付け後の、リスニング環境の変化のね、検証までしっかりと行って、実際効果があるのか、といったところ、お伝えしていきますので、ぜひ、最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。最初にお伝えしておきたいのが、防音、遮音、吸音、この3つの言葉の違いについてです。よくね、皆さん、防音っていう言葉はね、聞いたことあると思うんですけれども、防音っていう、こう、広い括りの言葉の中に、遮音、吸音っていう言葉がね、入っているという風に捉えてもらうと分かりやすいと思います。まず、遮音っていうのは、音をね、こう、跳ね返すことの意味でして、音をこう、遮断させることで、外にね、音が漏れるのを防ぐというやり方になります。はい。遮音材としてよく用いられるのは、コンクリートとか、鉄板とか、そういうね、密度の高い重いものになりますね。コンクリートの打ちっぱなしの部屋とか、行ったことあると思いますけれども、外にね、音はね、全然漏れないですけれども、めちゃくちゃこう、音が跳ね返ってきますよね。これはね、すごい遮音されてるってことなんですね。はい。で、一方、吸音っていうのは、音を取り込んで、その中で拡散させることで、音を吸収するという意味です。吸音材としてよく用いられるのは、グラスウールとか、ポリエステルとか、ロックウール、ウレタンフォームなどが用いられます。あと、音楽室の有孔ボードとか想像してもらいやすいかなと思うんですけども、あれも吸音材として用いられていますね。この遮音と吸音を組み合わせて防音っていうのが行われているというわけです。で、今回僕がやるのは部屋の反響音を抑えるという意味での吸音です。これを壁に貼ってからって外に音が漏れなくなったりとか、そういうものではなくて、スピーカーからの音をよりクリアに聞きたいという意図で吸音材を使っていきます。音をね、外部に漏らさないとか、隣の部屋の人に聞こえないようにするとか、そういう意図ではないので、注意してご覧になってください。はい、では吸音材、今回購入したのがホワイトのカラーね、これ12枚入りのホワイトのカラーとペールオレンジのカラー。こちらも12枚入りで、はい、ちょっと開けてみようと思いますね。開けてみました。1枚で見るとこんな感じで、こういうね、虫ピンが付属してました。2センチぐらいの長さの虫ピンが入ってます。これをね、まあ直接刺してもいいですし、で、虫ピンであれば賃貸物件の場合でも、基本的に大丈夫っていうのをね、ネットで見たので、ちょっと僕も専門ではないんですが、今回僕この虫ピンで、壁に取り付けていこうかなと思います。この辺ね、皆さん借りている物件によってね、ルール異なると思いますので、大家さんに問い合わせたりとか、養生テープを壁に貼って両面テープで付けていくっていうやり方もありますので、こういうやつね、剥がせる両面テープみたいな、これ自体も壁にやると多分これ壁紙剥がれちゃうので、先に、養生テープであったりとかマスキングテープを壁に貼ってから、これを貼って、まあ、吸音材を取り付けていくみたいなやり方もありますので、はい、ぜひ皆さんこの辺は自己責任で大家さんに相談しながらやってみてください。ということで、僕は今回この虫ピン使って取り付けていこうと思います。で、色に関してなんですけど、今回ホワイト、結構ちょっと色味、映像だと分かりづらいと思うんですけど、若干グレーがかったホワイト、こちらかなりイメージに近い明るいオレンジ、はい、ホワイトと組み合わせながら設置していこうと思います。このね、虫ピン使って打ち込んでいこうと思います。あと、軍手使ってね、ちょっと触ってみたら僕的には手がチクチクしたので、軍手使ってやっていきます。トンカチも使っていきます。
はい、18枚ぐらい使った形になりますね。ホワイトは全部使い切って、ポイントポイントでオレンジ色使っている感じです。近くで見るとこんな感じですね。こっちもこんな感じで貼ってます。2点ね、釘で留めている形で固定できたので、僕は2点だけでやっています。はい、ではね、吸音材貼り終わりましたので、続いて吸音材を貼った後ね、どういう風にいわゆる部屋なりが変化したのか検証していくために、サウンド ID リファレンスというソフトを使って部屋のなり方がどういう風に変化していったかを検証していこうと思います。はい、それで検証結果なんですけれども、吸音材貼る前と貼った後の違いを並べてみてます。はい、で結果から言うと、吸音材貼っても大きな変化は見られませんでした。はい、正直こうなるかもなぁとも思ってたんですけど、このグラフを見ても大きな変化はないですし、合わせてるつもりだったんですけど、左右のスピーカーの位置が微妙に合ってないっていうところもあったりとか、あとこれがあるだろうなと思ったんですけど、このマイクスタンドがこうスピーカーを聞くときに干渉しちゃってて、それでちょっと音の反響に影響を及ぼしているっていうことが分かりました。正直これ録音するときとか便利すぎてなかなか外したくないんで、このままでいちゃおうかななんて思ってるんですけども、はい。まあ結果から言うと、見た目的な意味はありますけど、ほぼ変化なし、残念な結果となりました。部屋のね、音響系のプロの方に聞いても、トライアンドエラーしないと無理だってことはお聞きしていたので、これからもね、この部屋の吸音に関してはトライアンドエラーをね、繰り返して、新たな吸音材試したりとか、もうちょっと増やした方がいいかなとも思うので、壁の側面とかも貼らないといけないみたいなんですよね。なので今後微調整していこうかなと思います。今回貼ったのがスピーカー裏だけだったので、でまあちょっとこれでも効果がね、結構現れてくれるかなと思ってやってみたんですけど、正直思ったような結果が得られなかったので、別の素材試したりとか量を増やすとか、その辺のトライアンドエラーも今後も続けていこうと思います。はい、ということで最後までご覧いただきありがとうございました。今回はボーンファストラボさんの吸音パネルを試して、スピーカー裏に貼って試してみました。今回の僕のやり方だと思ったようなね、変化は得られなかったんですけれども、メーカーさんが出している動画見るとかなり吸音の変化が現れたりとか、レビュー書いてる方で効果を得られたというおっしゃってる方も多かったので、ちょっと今回の僕のやり方だと吸音材が足りなかったのかなと思っています。まあ、この辺本当にトライアンドエラー、いろいろ試していくのがいいのかなと思います。でこうなるとこうソネックスとか高いやつも試したくなってきますね。はい、ということでこの動画のね、感想や質問などありましたらね、ぜひコメント欄まで、そしてこの動画少しでも気に入っていただけましたら、ぜひねグッドボタン、チャンネル登録、スーパーサンクスのご支援もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。